ようこそ夕闇劇場へ。これより始まりますは奇想天外摩訶不思議奇怪な書物を中心に繰り広げられる奇妙な冒険談。そこにあるのは幸福か不幸か生か死か、それはその目でご覧あれ。では皆様、何卒最後までお付き合いくださいますよう。それでは始まり始まり。ふん、ここがルフラン市か。馬車から離れるなと言ったろ、ルカ。ガマガエルにされたいか。戻ってろ。いやー、戻ります、戻りますから。カエルさんになるのは嫌です。ちっ、これだからガキは嫌いなんだ。また本依頼とは別に伝えるべき重要な事柄あり。町に着き次第必ず来廷されたしか。辺境の田舎漁師の分際で私に指示を出すとはな。この町に旅人と珍しいじゃねえか。まれびと来たりってな。それにしてもえらく美人だな、あんた。こんな美人見たことねえや。ところで、なあ、あんた小銭持ってねえか。逆らいが足んなくてよ。あんた足が悪いのか。なんなら、このぬったまったさんがあんたをおぶって町を隅から隅までじっくりと案内してやってもいいぜ。ぬったまったさん、お見受けした感じかなり酩酊されているご様子。酒酔いの記憶ほど当てにならないものはございませんし、それにその下品な物言い、案内いただけるほど賢そうにも思えませんが。なんだと。もしかすると町のことに詳しいと錯覚されているだけなのかもしれませんよ。そりゃその、いや、あんたよりは詳しい。でしたら、カラザの井戸はどこにあるかご存知でいらっしゃいますか。そりゃ知っているさ。あそこは有名だからな。この町であの井戸を知らねえ奴はいねえよ。この門を入ってまっすぐ西の広場さ。そんなことよりなんてさ。なるほど、ここをまっすぐか。聞くまでもなかったような。ご苦労、もう行っていいぞ。ちなみに貴様のような奴に払う金は利他一文ない。なんだと。てめえちょっとぐらい父がでかくてべっぴんだからって投資に。塗ったまった、もう用は済んだ。どこへなりとも行け、クズが。てめえ、お高く止まりやがって。
て。しらけちまったよ。あ？みー、やつの置き土産か。だらしのない羊飼いがいたものだ。みー、まあ、いいか。ルカ、ルカ。はーい、何ですか、ドロニア様。ルカを呼びましたか？しばらくの間、この子羊の面倒を見てやれ。羊さんですよ、ドロニア様。飼っていいんですか？飼ってもいいんですか？馬車の中には入れるなよ。それに、おとなしくさせておけ。いつもは優柔不断のくせに。ここですか？ここが目的の場所ですか、トロニア様？ああ、そうだ。ルフラン市の広場の片隅にあるこのカラザの井戸が我々の目的地だ。そしてここに止めたこの馬車小屋こそが我々の拠点であり、退屈極まりない日常を送る鉄の監獄といったところだ。さあ、分かったら日が沈む前に設営を始めろ。はい、ただいま始めます。あと、その子羊を馬車の中に入れるなよ。私はガキは嫌いだが、動物はもっと嫌いだからな。それじゃあ、ねここで待っててください。いい子にしてるんですよ。みー、さあ、探索のための準備を始めるぞ。ルカ、ヨーロレキテイを持て。でも、漁師様からのお手紙はいいんですか？あ？手紙には、町に着いたらすぐに会いに来るようにって書いていたんですよね。先にお会いした方が良くないですか？知ったようなことを。そんな無駄なことに貴重な時間を割いてなどいられるか。私はもったいぶられるのも、回りくどいのも大嫌いだ。ぐだぐだと言っている暇があるなら、早く準備を始めろ。井戸ですか？ああ、これがカラザの井戸らしいな。まあ正確には井戸はこのガゼボの中にあるようだが。でも鍵がかかっています。鍵がかかっているので入れませんよ。この程度の鍵なら。あ、魔法ですか？魔法で開けるんですか？声が大きい、黙ってろ。誰にも迷惑はかけていない。それよりお前、今どさくさに紛れて私のことを何と呼んだ？あ？
いちいち泣くな。それより中に入るぞ。ようやくご対面だ。これが地下迷宮へと続くという噂の井戸か。どうやら眉唾な話ではなかったようだな。十分な魔力を感じるぞ。なんだかボロボロですね。ここに入るんですか？入っても大丈夫なんですか？そいつは無理だ。この中は正気で満ちた、いわば人ならざる者たちの世界。ここに入り生きて帰った人間はいないそうだ。ただ一人を除いて。だがな。それよりルカ、ヨーロレキテを持ってこい。はーい、取ってきます。行くよねーね。そいつは置いておいていい。すぐに取ってこい。めー、こら、ルカはお仕事中なんです。後でご飯あげますから、ここでおとなしく待ってるんですよ。誰一人生きて帰った者はいないか。まあ、そのためのヨーロレキテ、そのための人形兵だ。めーふん。うるさい、静かにしろ。着水音なし。なるほどね。メーベが死んじゃった。タロニア様、ひどい。タロニア様は人手なしです。メーベ。ええ、羊の一匹や二匹でうるさいぞ。おい、ヨーロレキテは取ってきたな。そいつをこの中に放り込め。この中ですか？やめましょう。やめましょうよ、ドロニア様。レキテちゃんも死んじゃいますよ。レキテちゃん？勝手に変な呼び名をつけるんじゃない。こんな中に放り込んだら何が起きるかわかりませんよ。それに、ルカはなんだか嫌な予感がします。お前の予感が当たるのはおねしょの予告くらいのものだ。ギャー、しません。ルカはおねしょなんてしません。おい、ヨーロレキテをこちらによこせ。前人未到として知られるルフランの地下迷宮。さあ、ヨーロレキテよ、攻略してくるがいい。Thank you.
ザ・マイル。戦闘開始だ。よし、頑張るよ。はい、行くぞ。行きます。行くわよ。待たせたな。行くわよ。えい。勝ちましたよ。戦闘開始だ。と、行くよ。
他愛もない